動画をご覧いただいてありがとうございます。サムスン窮地、日本と中国が手を組んで韓国に攻めてきたというテーマで今日はお送りしていきたいと思います。現在ですね、スマホのディスプレイや薄型テレビのディスプレイはですね、韓国のシェアが非常に高い状態ですね。はい、スマホであればサムスン、それからテレビであれば、LG ですね。このサムスンのスマホで使われているディスプレイがですね、なんと特許侵害で訴訟を起こされたようです。しかも中国が出資した日本の企業にと。これに対してですね、韓国メディアは日本と中国が手を組んで韓国に攻めてきたというふうに報じています。それでは記事を見ていきたいと思います。記事はレコードチャイナからになります。2020年6月30日、韓国マネートゥデイによると、日本の JOLED が今月22日、米国とドイツの地方裁判所にサムスン電子とサムスンディスプレイを提訴した。訴訟は合わせて5件に及び、サムスン電子のスマートフォン Galaxy に使われている OLED パネルの回路構造及び駆動技術が特許を侵害しているとの主張だというと。記事は日本のディスプレイ技術力は韓国に及ばず、世界市場でのシェアも10年近くしとけたという状態だけに、韓国のディスプレイ業界はこの訴訟について全く予想だにしていなかったと話していると、と伝えた。ある業界関係者は、今回の訴訟はサムスンが絶対的な支配力を持つ中小型 OLED ディスプレイとギャラクシーの両方を狙ったものだろう。不意の一撃を食らったと話したというと。いうことで、サムスンのディスプレイですね。スマートフォンのディスプレイ、ギャラクシーですね。日本で売られているものでいくと。これの、LED パネルの回路構造とか駆動技術が特許侵害ということで、なんとこれアメリカとドイツで、訴訟を起こされているようですね。韓国国内ならね、なんとかなるんでしょうけど、海外だとちょっと韓国の言い分は通用しないですからね。はい、続いて見ていきたいと思います。 JOLED は中国のディスプレイパネルメーカー TCL 火星光電技術の子会社から200億の投資を誘致したばかり。今回の提訴発表がその4日後だったことも関心を集めているという。記事はJOLED は2015年にパナソニックとソニーの有機 EL 事業を統合し立ち上げられたが、韓国に押されて自国企業の投資も受けられない状態だと説明。サムスンのスマートフォンディスプレイ事業を同時に牽制しようという日本と中国の利害が一致したものとみられる。今回経済産業省が中国との資本提携を承認したのは、対韓輸出規制の延長線上で中国と手を組んで韓国を圧迫しようという動きだなどと分析していると。ここでもですね、韓国の、妄想が、爆発してるんですが、中国と、日本が、業務提携してるわけですが、これをですね、日本の経済産業省が、承認したというのは、輸出規制の延長線上と。中国と手を組んで韓国を圧迫しようとしていると。もう本当にもう妄想でしかないですよね。はい、続いて見ていきたいと思います。また別の関係者は、日中連合勢力のサムスンに対する宣戦布告だと話し、 LG ディスプレイも射程圏に入るかもしれないと危惧しているといい、記事はそうなれば日本と中国のメーカーによる韓国メーカー提訴が相次ぐ可能性も排除できないと指摘していると。そんなに提訴されるようなことがいっぱいあるってことですかね、これね、逆に言うとね。本当に。はい、続いて見ていきたいと思います。この記事に韓国のネットユーザーからは、
日本も中国も技術はずっと遅れているくせに特許訴訟だと、やっぱり日本が主敵だな、永遠の主敵だ、みんな目を覚ませ、我々には新日も新中もない、訴訟を起こして負けたら費用だけで数百億ウォン、約 数億円になるだろうに、全国民が団結しよう、日本製品は永遠に不買だ、日本はオワコンだ、デジタル時代に追いつけず政治はめちゃくちゃ、日本は沈みゆく国、韓国は上昇する国など、感情に任せた声が殺到しているというふうに記事は伝えています。いやー、しかしですね、まあ、このネットユーザーからのコメントも、何でしょう、まあ、先日の動画でですね、ムンジェイン大統領の言葉は反対を、反対にすると、正解だという話だったんですが、もう国民の皆さんもそういう状態になっちゃってますね。はい、ということで、よいしょ、まあ、この件に関してはですね、まあ、市場経済の競争も理解できていないのかということで、まあ、普通ですね、トップ企業はその地位にあぐらをかいていれば当然競合に足元をすくわれるのが競争環境ですよね。しかも今回は特許侵害ということで、まあ、完全にトップ企業としてはですね、最新の注意を払わなければいけないところを突かれちゃっていますよね。それを棚に上げて日本と中国が韓国を攻めてきたというのはもはやもうたわごとでしかありませんよね。韓国国内では通用してもですね、まあ、アメリカとかドイツ、まあ、他の世界もそうですが、全く通用しない話だと思います。本当にネットユーザーのコメントも感情的なものばかりですし、まあ、企業はですね、競合と競争しているということが分かっていればですね、当たり前の話ですし、まあ、宣戦布告というふうにありましたが、企業というのは、まあ、ある意味、戦争しているということですから、そんなことは当たり前の話だと思います。また、まあ、フッ化水素をですね、純度の低い国産に切り替えてますよね、今韓国が。まあ、それでですね、不具合が出て、コストが上がっているというような話もありますが、製品でですね、まあ、不具合を出したりしたらですね、近い将来、両者ともトップ陥落なんていうこともあり得るのではないでしょうか。はい、ということで、以上で今日の動画は、ここまでになります。最後までご視聴いただいてありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価、皆さんのご意見、コメントもどしどしお待ちしております。ベルのマークのクリックもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。